どうもシングルです。ディヴィニティオリジナルシンエンハンスドエディション続きをやっていきましょう。前回はね、セイクリッドストーンの滝の裏、洞窟に入ってまいりました。さて、この諸悪の根源を同じ血の川の一部にしてやろうか。よいしょ。まずは様子見だ。うわすげえな、防御力は結構ありますね。テネブリウムすら 40% 耐性、今回からテネブリウムハンマーを装備いたしました。ロングルもね、テネブリウムの剣、そしてボルグラフ、テネブリウムのクロスボウ。ははは、恐れるものは何もない。これはお話しするパターンかもしれないですね。ここはね、こういう感じで行ったらどうかな。あ、やはり戦闘にはならない。お前はハンター。このセクリットストーンに直ちに事情を説明せねば、あの死体の山に加わることになるぞ。やるか。おう、お前が逃げなりし者であるとは分かり安心したぞ。ここの死体はすっかり冷え切ってしまった。ちょうど上に新しい死体を積み上げる良い頃合いだ。悪魔だ、こいつ自身が悪魔だ。おおお、どこへ行く。なんだ、うー、なんだ、犬、狼、わーわーわーわわ、牛。で、やつは奥へ引っ込む気か。おっと、チナマンウサイ、お牛、レイジをしよう。こいや、いってー、200近いぞダメージ。あー怖い、威力でかい。ちょっと待って、弱点を調べましょう。うわー、テネブリウム耐性が高いね。全員そうか、なんてことだ。まあ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 、狼か。はい、じゃあジェイハンたち、これはね、バレないように視界がすでにないからね。もうこれキャバいいでしょうちょっと唱えられない。ウォールグラフ、こうなると、ああ入っちゃった、なんてこった、くそー悔しいね。プルプルーンからの、ほい、シグロ頼むぜ。ほらよ、狩猟。ああ、あ、それからの、一応浮いておきましょう。狩猟で、これ地形多分水だよね。すべてしびれてほしい。いけ、え、水なのに広がらない、マジか、やべえ。そうなんです、ジェイハン前線に出てきてしまった。グハン、死ぬね、この威力やばい。めん、おお、しびれない、すごいね。こいつを召喚しておこう、とりあえず。ほい、最近こいつが非常に使えることが分かりました。ボームドクロ、くー、いやー、全体的に強い、ダメージが非常にでかいな。うーほー、えい、オッケー、ナイスブロック、スタ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 、ヒッホッヒッホッヒッホからの、ハハグッバイ。なんだこれ、毒の魔法だ。うー、いてぇ、ドド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 ド、強い、やべえやべえやべえ、こいつはこの牛野郎が、いやー、きつ、ほらよ、うえ、消えるはず、消えない、うそん、いけ、うい、え、テネブリウムが効かないねしょうがねえ、ほらよ、3匹まとめて相手だ、おら、あっそれ、勝てー、これはまじいな。
それぞれにかけておかないと。からの土魔法で毒回復するのなかったっけ。毒無効。 OK、 ジェイハン自分の身は自分で。さあ来い。何こいつ、血を飲んだのか。やつはグーロングルもきついね。ダフーン。 OK、 全員入ったね。いけ。あとはグレネードを撃ちたいけども、1ポイントで前に出て終了します。いや、これはやばいぞ。肉弾戦で負けるとか。いったこいつらやっぱ血で回復してる。この川にいる限りまずいことになりそうだ。でやつだよね。ほほう。あれ、ジェイハン毒ダメージ効かないんじゃないの。死んじゃったよ。これはまずい。回復薬が消えた。あー、いってー、やばい。笑えん。おい、これ協力してやんねえとマジでやべえな。これで3匹。よし、もうちょいや。はい、これで倒した。くー、1回の回復量がやばい。さあ来やがったな。うわ、いや、つえ。ブー。いや、ほんと強いこいつら。物理攻撃力、魅了できる。魅了しましょう。手が足りない。ほーい、魅了完了やったね。2ポイント前に出ましょう。くー、アイテムが足りないよ。消えて、こんぐらい前線に出ます。で終了。さあ行ってくれ皆殺しだ。ナイス、逃げた。やつは逃げたぞ。うわー、きちいぜーこいつは。これはね、こいつらに任せて、ここで一旦回復してから。なるほどね。よし、頼む。あとは頼むぞうわ、回避率。ほい、よし、 OKOK。 あー、立て直しましょう。飯だ、飯。まずは飯を食って、もう一回食って、前線に出て終了だ。いやー、きついよ本当に。入った。飲んだ勢いか。終了。おい、こっち来るんかい。おう、あ、やり合ってくれてるね。さ、う、こいつやばい。一ターンしか持たなかった。こりゃまずいぜ。さあ行け、貫いてくれ。あとできることがねえな。ファシアにして自分にかけて終了。しかし真正面からぶつかって、これはしんどいぜ。何今の魔法、すごいね。こいつは魅了は解けたね。ふんぬ、あぶね。これ分かりました。バーブドワイヤーで
オッケー、ほい、いけ、いや、つえ、マジで、マジでつえ。これどうしようね。弱点らしい弱点がねえんだよな。順番だよね、順番にやるしかない。さあ、いけ、スタンで終了。こいつ厄介すぎる。よっ、うーわー、これほんと血の回復が悪夢だよ、悪夢。こんなもん、よいしょ、オッケー、入ったね、はい、よし、オッケー、しびれた。くー、これなんだよこの能力、痛え、痛え。はい、よいしょ。じゃあ足爆弾でも食らってな。ほい、ボーン、終了。逃げやがった、さらにスローになりやがった。おお、ありがとう、回復しましたよ。あお、いって、で何する。オッケー、さーてと、全力を尽くして、よいしょよいしょ、さあやりましょう。殴る、まずは殴る、できることといったら殴るだけ。クリティカルが出ない。ファイアボールで燃やしましょう。ドンで終了。あまり炎が効かねえ。ははは、大したことねえな。おう、ジェイハンやばい、さすがにやばいか。よしよしよし、まあまあまあ、ほい、殴る、もう一回殴る、うい、終了。どうする、あいてー、これきつい、うわ、ジェイハンがきついね。こいつ400も回復すんの1回で。よし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 、ニックにヘイトがいく分にはありがたい。おいよ、もう一回、はい、やば、倒した、あーよかった。さあもうこいつのとこ行っちゃおう。ジャレス、壁になってもらいましょう。はい、で2ポイントで薬飲んで、あー死ぬ死ぬ死ぬ、うー、この回復量、いやー痛え。ヘイトはこっち向くね、あいて、うら、これで炎上。こっちはしびれてもらおうか。一旦ずつ動きを塞がないことにはね、ほんときついんですわ。オッケー、ナイスニック。ニックは呪縛だが大したことない。ほいアクションポイントないんか。毒のとこに行って、で終了。これを唱えましょう。さあ燃えろ、ほらよ、すすすす、殴る、クリティカル、クリティカルヒット、いやーきちい、殴る、クリティカル、もう一回クリティカル、これやっちゃおうか、セルフイモレーション、燃やし尽くす、終了。こりゃ長丁場な戦いだすな。いけ、うら、
倒れた。いけ、うらで終了。ほい、ほらやった。でパワースタンス、殴りたい、殴れない、殴りたいのに殴れない。魔法で自分を回復しねえことには非常にやばい。 OK、薬も飲んじゃおう、もう一個飲んじゃう。きたー、こいつなんなの、削った分全部持ってったな。いけ、アナーキバレッジ倒した。これだな。いけ、防御力低下。こいつの回復量やばいよね。永遠に、永遠にかよ。よいしょよいしょ、足おっせ、足おっせおっせおっせ。さあ一応反撃、バブドワイヤーをつけて殴る。うらっ、もう一回殴る。もうちょいやな。スタンになったのありがてえ。よし、あと一回。OK、 ふう、めんどくせえのは倒した。こいつだ、ほい、よいしょ、スタン終了。 OK、 こいつだったらなんとかなるね。そしたらもうひたすら撃つ、撃って撃って撃ちまくる。終了。殴る。ほらよ、この連続攻撃にはさすがに耐えれんやろ。ほら、もう一回だ。いける、うー、届かん。もう一回、ほい、しびれな。無限コンボじゃ。ほらよ、もう一回、ほい、あと一発やな。ほい、アドレナリン、ほい、終了。いや、つえな、マジで恐るべし、アドレナリン、はい、うー、つえ、いや、つえ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 。さあ来ました、野生の女と狂人。ジャレスは我々に攻撃を仕掛けてきた。我々対抗し彼を倒した。うんうん、ベアドルアの、かつての仲間ジャレス、これはね残念ながら、狂人か、ジャレスという名の狂人と出会った。ベアドルアが彼と話したがっている。残念ながらちょっとね、もう襲ってくるものに関してはそういう慈悲も与えることができないのでね。よし、とりあえずベアドルアのこの物語もここで終結というわけですね。いやー、強かった。武器の相性が悪いのか何なのか、しんどかったね。そしてこの死体の山、もうサムネイル決定ですよ。こんなもん、ひどい悪夢。それじゃあね、あのバチバチ三色弁当遺跡の方に行ってみましょうか。寺院の方、あの三色弁当地面はですね、実は一生懸命罠解除キットを買って解除しました。ほら、おかげさまで楽に渡れる。これこれ、お、ファニーブロッサムがあるぞ。あ、何かがいるぞ。おい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 、これ人間か、これ食おうとしてんな。周りは2匹3匹。おお、ゲートがありました。あー、なるほどね。やっと地形がなんとなく分かりました。じゃあやっちまうか。くたばれほほん、多くなど兵でもない。さてさて、あ、奴隷は逃げたか、よかったね、よかよか。
さあ寺院に入りましょうか。お、すでに見張りがいたな。えい、止まれ、逃げなりし者よ。我々無限在教団の中でも高位の者だけがこの聖なる地へ入ることができるのだ。うん、じゃあこのアミュレット見せようかな。どうこれ。お会いできて光栄です。悟り開きし者よ、我が無礼をお許しください。うん、こいつらのこと調べとく。あ、毒に弱い。テネブの防御力はない。そっか、やるか、やりますか。ほい、うら、この私に命令とは何様のつもりだ。剣を抜け。もう我々の方がおかしいよね、ちょっと。ただまあ、うわ、動き早いな。回復した。 AP 多い。うわー、痛い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 。もう一匹の方も仕留めさせてもらおう。あははは、強え、我々超強え。いや、申し訳ないね、なんかすいませんね。中入っちゃおう。お邪魔します。ジャーナル更新。無限在の教え。我々は無限在教団がその目的のため作り変えた古代の寺院を発見した。ありがとうございます。ロングル、チュ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 、注意して、マンゴスが何か捧げそうな雰囲気だ。元気のいいやつをね、わかるだろ。はーん、早速なんかやってるわけだ。敵出るかな。ん、あれ、お、渡れない。なんだ、ん、道がある。あれれ、ん、あー、お、なんだこれ、なんか、なんかやるのか。お、お、お、違う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 、どうでもいい。ちょっと待って、やべ、話を変えよう。ではまた。ジェイハン、急に自分が語り始めたね。おっと、え、火つけたら簡単なトラップだったな。レッツゴー。あ、スターストーンだ。そして、うわー、ちょっとすごいね、ディアブロ1のブッチャーを思い出すよね、こういうのを見ると。あの時代の妖怪はすごい良かったですよね。日本ではできないような演出がいっぱいあって。ああ、もういるよ。この狂人が豚扱いしてくるんだ、助けてくれ。レベル14。うん、テネブリウム、そっかそっか。なんだ、歓迎するぞ。反対、サイゼアルからリュキュラまで我らを追ってきたという噂を聞いているぞ。何者だマンゴス。コンジットの計画を崩さんと来たるべき浄化の火を妨げんとして来た者め。神の祝福により、お前たちはここへ導かれた。反対よ、神はお前らを我らへ委ねたのだ。そう、神はお前たちを世界の調和を乱す傷と見直したのだ。お前たちの死の実がお前たちの邪魔をしてきた調和を修復する一なる道だ。その身を絞り、血を石に捧げることで我らが悲願の糧となるがいい。もがけ、あんたよ、神に歯向かった時から貴様らの運命を決まっていたのだ。ドゥ、ああ、なんだ、悪魔が2匹。うーと、このジェイハンが前線に出るのなんとかなんない。ザレムクアスト、あれ、マンゴスは消えちった。あ、うん、いないね。旧兵が1匹2匹。はいはいはい。うわー、なんかダザズアーム、悪魔の名前はすごい嫌いじゃないですけどね。さて、毒ってことは凍らせるところから始めよう。スローを与える、いいね。スロー、さてと、準備準備、プラプラー、武器、盾、頭、心、オースオブディセクレーションで終了。よいしょ、倒れた、いいね。
突き殺す。うるら、めちゃめちゃ強えな。ほい、じゃあクリティカル率アップ、ヘイストをかけてで終了。まあまあ来ればいいさ。うー、しびれる、やだ、あの野郎、めんどくせえな。何のやだ、あ、いたー、リコシェ。 AP はそんな多くない。ダダ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 ダ、いてー、あ、いてー、毒やばいね、やっぱり。ふう、さっきこれ失敗したよね、なぜだろう。まあいいや、自分に与えましょう。はい、毒無効、これだね。あ、それスタン、ザコメ。はい、ロングルにかけます。で終了。ふう、なかなかめんどくせえ戦いですね。いけ、倒れない。おら、やった、終了。さあ、倒せそうだよね。とりあえずヘイスト、短期で足が速い。こいつは何やってんだ、病気の魔法か。いったー、この野郎、いってててて、いってー、ジェイハンやばい。うう、熱い。ふう、体がほてる。一旦自分を回復しつつ、いけ、ビターコールド。うう、影響受けない。マジか。ほい、いけ。ちょっと動きを封じないとやばいね。はい、さあ倒れててくれ。で終了。ふう、いけ、よし、もうちょい。これで倒れててもらって、よし、いいね。これでいけ、よし、終了。いてー、オールグラフつらい。ぐーぐー、3発マジ、こいつやべえな。とりあえずしびれてもらおう。危ねえ危ねえ危ねえ。ほら、やっと。で、こいつロングルヘイスト。ふう、いいぞ。さあロングル、今のうちにやっちゃえるね。オッケー、さあ、ほら、やっと。あ、余裕か、近づいて、ほい、終了。当たるね。あ、余裕だな。ほい、で終了、これだな。はい、終わりだ。はあ、危ねえ。あ、逃げた逃げた。あー、よかったね。いや、ジャレスに比べたらマジ楽だったな。スターストーンゲットだぜ。うう、びっくりした。ふう、不活性の石になっちゃったね。ほい、死体、すげえな、どんだけ捧げてたんだ。残念ながらブラッドストーンには変わってなかったようだな。うん、とりあえずマンゴスっていうやべえ野郎、我々はブラッドストーンを作り出すため生贄を捧げようとする無限在教団の下にマンゴスを見つけ出した。祭壇の下にある隠し部屋でと逃走。我々は祭壇を動かし彼を追う方法を見つけねばならない。というわけで、どうやらこの続き、祭壇の下の隠し通路へ行くらしいです。というわけで今回はこの辺にて、待てしかして希望せよ。次回もお楽しみに。アリベデルチ。